皆さんこんばんは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草子新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草子新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください どこか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんここで終わりにしてくださいすべての文言に承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE <music> <laughs> に登録してくださいねそしてこの動画の感想をお寄せください ステッカーを販売しております。LINE でお問い合わせください。令和2年9月28日月曜日、草コイン新聞 FX 中の研究会、えー9月の。9月最終週の、ね、月曜日も、えー、何事もなく、ね、終わりました。今の時刻は、えー、22時29分ですね。もう真夜中になってきましたので。 そうそう寝たいいと思います今日はね、ちょっとね、体調が悪くて、頭が痛くなってきたので、まあ、風がまだ治ってないですね。なので、えー、夜ね、秘密のライブを行おうと思ったんですけど、えー、急遽ね、取りやめにして、えー、この動画1本作ることにいたしました。日中はね、いろいろ家のことをやってたり、 えー、プログラム開発の,あのさらに、ね、バージョンアップをしたりいろいろしていますが今日は、ねえー、待ちに待ったトゥルースリーパーが届きました、えー、トゥルースリーパーと、ね、あの上布団と敷布団と、ね、あと、えー、カバーのセットが、ね、届きました、えー、これねあの <coughs> 良さそうですね 圧縮されて届きましたけれども、ものすごい重いですね。1 0キロぐらいありますね、これ、トゥルースリーパーで、ね。あの、低反発クッションなんでしょうね、これね、すごく重いですね。あの、まあ、腰がね、痛くならないとか、いろいろな作用があるということですごくね、楽しみにしてます。はい。でね、 えー、今夜のお題なんですけど、プロスペクト理論についてね、もう一度考えてみようかと思いまして、ちょうどね、またニュース、ヤフーニュースになってたので、まあ、今更プロスペクト理論はないよなと思ったんですけど、まあ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 、9月27日、<laughs> 昨日の夕方6時46分に配信されている、えーどうう、やつですね、ニュースですね、投資で損をする理由と。 まあ FX でも株式投資でもね仮想通貨投資でもみんな損してますよね。で実は知識不足だけが原因ではなかったということでまあ FX でも株でもね仮想通貨でも先物でもねオプション取引でも何でもそうなんですけどいくら勉強しても勝てないですよ。<laughs> いくら勉強しても勝てないしいくら経験を積んでも勝てないですから。 あの秘密の秘密の勉強法があるんですよでまあその一つが今回ね、えー、記事になってるプロスペクト理論なんですけれども、まあ、これだけ勉強しても勝てないんですよねただあのあといくつか勉強すれば面白いように勝てますから今までなんでこんなに損したのっていうぐらいね全部取り戻せていけるんですよねこれがまああの投資の世界では不思議だなって言われてるんですけどもね では読んでいきましょうか。国が貯蓄から資産形成へというスローガンを掲げて,掲げていますが、確かに筆者の周りにでも新たに投資を始めた人が少しずつ増えている印象です。しかし、息を言おうと投資を始めたけれども、なかなかお金が増えないどころかむしろ損してしまったという声も多く聞きます。 そしてやはり投資は簡単にいかないからもっとちゃんとお金の勉強しなきゃと言ってファイナンシャルプランナーの勉強を始める人もいますが実は損した理由はお金の知識不足だけではありませんとファイナンシャルプランナーの勉強してもしょうがないよね。複利計算の勉強するだけだからねどういうことかというと人は時として合理的な行動を取れないことが明らかにされておりその不合理な行動が損失を招いているということです この記事では人間の行動が不合理、まあ、合理的でないと、不合理であることを証明したプロスペクト理論を踏まえて投資で損しないための対策を解決していきますと。まあ、人間はねあの、同じ品質のものだったら安い方を選ぶと、ね、あのそういうのが合理的であるという,うに言われてたんですけど、まあ、そういうことじゃないと、まあ、それはそうだよね。 同じ品質、例えば同じ、ね、あのトヨタのカローラを買うにしても、自分の息子からね、あの息子が車の,、ね、あのディーラーに入ったと、そして販売会社に入ったと、そして息子の、えー、販売実績を、ね、上げるために買うんだったら、それ定価でも買っちゃったりするじゃないですか、親だったら。それが不合理ってことですよね。 人は合理的な判断ができないことが証明された。筆者はこれまでの投資人生の中で、なぜあの時、あのような行動をしてしまったのだろう。こうした方が良かったのに。といった後悔を何度もしてきました。読者の方でも同じような経験をしたことがある人いるのではないでしょうか、まあ。後悔先に立たずだからね、あの投資だけじゃなくて人生すべてそうですね。なんであ,あの時、あっち選んじゃったのかって、その時はね、絶対こっちだろうと思って、 まあ、例えば、ね、A という会社に入ったんだけど、まあ、とんでもないブラック企業でね、B という会社に入りゃよかったなと。ただ B、B に入ってもね、とんでもないブラック企業なんですよ、きっとね。だから、どっち入っても一緒なんですよね。<coughs> <coughs> 実は、このような後悔をすることは仕方がないことでもあります。それはプロスペクト理論によって人間は時として合理的な行動できないことが証明されたからです。まあ、これ、投資の世界なんですけどね。 ダニエル・カーネマンという人ですね。あのまあ、行動経済学の理論ですね。行動経済学っていうのは知らないと思いますけれども、まあ、消費者の行動っていうのは、えー、合理的じゃないっていうことが証明されています,です。プロスペクト理論とは、えー、深口成果での意思決定を行う際に人間本来の認知バイアスを取り入れた意識決定モデルであると難しいね。 トラスペクト理論を噛み砕くと人間には損失を過剰に恐れる傾向があるということです。もう少し具体的にすると人間は目の前に利益があるとそれを失うリスクの回避を優先し損失が目の前にあると損失そのものを回避することを優先する。もう何言ってるか分かんないね、さらにね。はい、じゃあ次読んでみますか。はい。 あなたはどちらの選択を選びますかいきなりですが、ここで質問、問題です。A と B、どちらを選ぶかと。A は無条件で100万円くれるっていうのね。もう100万円あげるよとで。B はコインを投げて、表が出たら200万はもらえるけど、裏が出たら1円はも,もらえないと0円だと。で、どっち選ぶか。A と B、どっち選ぶ <laughs> ?A だよね、やっぱね。A だよね。あのー、まあ、だからコイントスをや,やらなくてね、絶対に100万もらえると。 まあ、B やってね、コイントスで2分の1の確率で200万もやるから B やる人もいるかもしれないけどまあ大体の人は A ですよね。筆者は A を選びました。実際 A を選択する人のが多かったみたいです。では次の問題ですと。括弧二2番ね。皆さんどうですか ?A 選びましたか ?B 選びましたかはい。括弧二2番。あなたは200万円の借金があります。その時 A と B どちらを選びますか A、無条件で借金100万が減ると。まだ100万円もらったのと一緒だよね、さっきと。A だよね。で、B、コインを投げて表が出たら借金が全額免除されるが、裏が出たら借金は1万はえー、減らない。えー、これと一緒だね、A と B と一緒だね。うん。えっと、無条件で借金100万減ると。一緒だよね、さっきとね。僕だったら A ですけどね。うーん。 1>, 1の問題と期待値は同じなので、1で A を選んだ人は今回も A を選択しそうですが、2では B を選択した人の方が多いそうです。ちなみに筆者も B を選択しました。あ,あ、そうなんだ。あ,あ、僕は、そうか、僕は投資で勝ててるからね。勝ててない人は B 選んじゃうんだね、これね。投資でね。あ,あ、FX でね、勝ててない人は B を選ぶと。あ,あ、僕はもうほら、マインドフルネスができてるから、 あのちゃんと答えがね正解を選ぶんですけどねプロスペクト理論をもう一度確認します人間は目の前に利益があるとそれを失うリスクの回避を優先し損失が目の前にあると損失そのものを回避することを優先するとうん 1>, 1では利益を失うリスクを回避するために無条件で100万円もらい 2、えー、では200万円の損失そのものを返するためにコインを投げるということです。まあ、人によって違うよね、でもね。人間はほ,ほんの少しの状況の違いで行動が180度変わることをご理解いただけたかと思います。だこれさ、もうちょっと金額が桁外れだといいんですよね。無条件で100万もらえるか、コインを,インを投げて1000万もらえるか。<coughs> ああ、それ期待値全然違うのか。期待値が違うのか。あまあ、でも、そしたら、1000万もらえるか1、えー、1円ももらえないか。で、あなたは1000万の借金がありますと、無条件で100万円減るか、コインを投げたら1000万減るか、0円か。ああ、したコインな。期待値がちょっと違うからダメなんだね。はい。 プロスペクト理論が投資に与える影響株を売って利益を確定させたら株価がもっと上がって後悔したマイナスになっている株の株価が上がってきたとき購入金額ままで戻ることを期待して株を売却しなかったら逆に値下がりしたこれはまさにプロスペクト理論に示す人間の不合理性の代表例となります得られたかもしれない利益を逃して逆に損を増やしてしまっています ではどのように対処したらい、いいのでしょううかとことですねはいこれ FX も一緒ですよ。株も一緒ですし、仮想通貨も一緒ですね。ルールを決めて厳格に守る。プロスペクト理論は人間が持つ真理なので、これに逆らうのは非常に難しいです。もう無理ですね、これね。まあ、僕みたく、マインドフルネスが完璧にできるようになるというのが一つの回答なんですけど、 まあ無理でしたね。僕が知るところでは1人もいなかったですね。そのため、投資を始める前にルールを決めて、それを厳格に守ることが1つの解決策となります。ということで、ルールを決めないといけないわけですね。マインドフルネスができない人は。ルールを決めるんだけど、ルールは期待値計算法ですね。3つのルールの掛け合わせですね。 勝率だけが良くてもダメですよ。勝率なんかは別に10分の1でもいいんですよ。3つの掛け合わせで、解がね、3次元空間の中で決まってくるわけですけども、このルールが何と説明しても理解できない人多いね理解できてもすぐに忘れちゃうとかね、例えば10%値上がりしたら利益確定、5%値下がりしたら損りしたルールです。 これを守ることでプロスペクトリ論に影響されずに投資を行うことができますと対処法に機械的に投資をする目の前の株価に一気移注せずに積み立て投資を機械的に行うこともプロスペクトリ論に影響されない投資法ですと機械投資というのが100%必要ですね FX もね機械的に損切りをして機械的に利確して ととといいいいいうこを繰り返してかななけですね1回、こっきりの投資じゃないですからね、FX はね。期待値が高い方に投資をしていかないといけないので、期待値がきちんと測定することができない感情をドれるね人間は期待値を正確には計算できないですから、感覚的になっちゃうからね、さっきのようにね。 ただしプログラムは常に期待値っていうのは正確に計算できますからプログラムにやらせるのが一番なんだよね。積み立て投資の代表例としては積み立てこれはいいかはいまとめお金を勉強して投資を始めたとしても自分の心のことを知らないと時として不合理な行動を起こし大きな損を招く恐れがあります。 投資を始めようと思ってる人は、ぜひ自分のこのことを知り、プロスペクト理論に負けないように対策を練ってもらえたらと思いますと。まあ、すごい薄っぺらい記事っていうか、ま特売ちゃうけど、まあ、さらっとした内容でしたね、プロスペクト理論の話がね。 ただ人間というのは、あの、合理的にはいつも動いてないですよね。やっぱり恋愛感情があったり、え身内感情があったりね、友情感情があったりすると、バイアスがかかりますんでね。だから、あの、自分のね、心の気づかないところで、自分の行動にバイアスが、バイアスって知ってるバイアスっていうのは、 損得感情じゃない、なんか恋愛感情とかね、友情感情とかっていうところで、ちょっとね、さじ加減をしてしまうんで、そこでね、自分が気づかないうちにね、でちょっと高いけど、こっち選んじゃおうとか、友達だからとかね、ちょっと、ちょっとどころじゃない、2倍か3倍しちゃうけど、いいよ、君の買うよとかね。 そういうことをずっとやってると FX ではマイナスがマイナスを、複利でマイナスが増えていくからね、あっという間にお金なくなりますから、そういうことじゃいけないんですよね、一つ一つの損切り、利確っていうのは、ですね期待値を正確に計算して、ですねそして判断しなければいけないんですね。 だから自分の行動が期待値、今、1以上になっているのか、1以下になっているのかっていうのは、人間は分からないですから、人間は計算できない人間ですからね。理屈よりも感情で動いてますからね、人間はね。感情で生きる生き物ですからね、すぐにカーって頭にカーッとくるでしょ。あとは、えしょぼーんとしたり、涙が出たり、悔しいと思ったりね。 FX で負けれたりね、株で負けたりするとそうでしょ。感情人間は感情の生き物なんですよ。でも投資は理屈の生き物なんですよね。計算、数学の計算で成り立ってるわけですよね。だから、いつまでたっても勝てないわけですね。だから、プログラムを組んでやるのが一番早いかなと思いますね。人間を 感情を召してですね理性で生きるマインドフルネスですねそれはあのまあお釈迦様とかねイエス・キリストとかがたどり着いたですねあの悟りを開いた状態にならなくちゃいけないのでそれ非常に難しいですよね。 なので、どっちを選ぶかは、あの、あなた次第ということになりますけれども、このプロスペクトリオンっていうのはね、ネットで調べればもっともっと深い、精神学的にね、あの、心理、心理学的な、え、場面場面が出てきますので、皆さんね、え、たくさん勉強していただければと思います。え、株式投資、仮想通貨投資、FX っていうのはですね、 金融の理屈では絶対に勝てないですけどね。理論を勉強しても勝てないし、経験を積み重ねても勝てないです。心理学を勉強しないと勝てません。それではね、の今日の夜、今夜ですね、ライブはやると言いましたけど、私の方で体調悪いのでね、その代わりに動画を作りました。この動画を何回も繰り返して視聴してですね、 FX 頑張っていただければと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。